にちは、ゼロマルです。今回はですね、久しぶりのロング動画になります。お待たせいたしました。まあ、どれぐらいの人が待ってるのかわかんないですけども、私ですね、普段あちらの大きなパネルですね、後ろに見えてるパネルなどを使ってですね、100週間後に巨大化するペットたちというね、動画を、ショート動画を週3回上げておりまして、こうやってね、ロングの動画を上げるのが久しぶりになるんですけども、こちらにね、今映っておりますシルバーアロワナのムサシですね。ね、撮影用のライトでビビってあまり泳いでないんですけども、はい、この子の成長と、あとはですね、サルバトールモニターのカマロというね、トカゲの大きさと、あとこっちのケージに入っておりますセズメリクガメのタワシという名前のね、カメさんのね、大きさも測っております。この3匹のね、成長ですね、毎週毎週測って1分間のショート動画にまとめておりますので、ぜひね、気になった方はチャンネル登録して、見てみてください。はい、ということでね、今回はその企画が10週目を突破したということで、1週目から10週目までの大きさを、まとめた動画となります。ということでね、早速、ケズメリクガメのね、タワシからですね、10週間の、大きさの変化をですね、見ていきたいなというふうに思います。それではね、もうまずは主役にね、登場してもらいましょう。タワシー、おお、はい、こちらがね、ケズメリクガメのタワシでございまーす。はい、僕はね、もう飼育を始めて1年が経ちますので、この子はね、僕の家に来た当初に比べたらめちゃくちゃでかくなってるんですけども、やっぱりね、この子は今測っている3匹の中で10週間の伸びがね、そこまでなかった子になりますので、見た感じはね、その10週前と比べたらそこまで大きくなってないんですけども、でもね、それでも着実に少しずつ大きくなっておりますので、その大きくなったね、写真でね、ちょっとね、比べてみたいと思います。はい、第1週目がね、の写真がこちらでございます。はい、で、最近のね、10週目の写真がこちらでございます。はい、変わらんのよね、あんま変わらない。やっぱりね、見た目ではね、全然変わってない感じがするんですけども、重さとかね、あとここのね、円周の大きさ、甲羅をなぞった大きさとかはかなり大きくなってきておりますので、10週間の伸びをですね、グラフにまとめてみましたので、ちょっとね、見てみましょう。ドン。はい、まず体重ですね。もう体重は、はい、測定当初が 300g ちょうどということからスタートしたんですけども、もう今となっては379g と、約 80g ね、大きくなってるわけなんですよ。ものすごい伸びですよね。もともと 300g だったところから 380g になってるわけですから、ものすごく大きくなってるのがわかると思います。はい、まあ、ただね、途中へこんでるところがあるんですけど、これはね、途中バナナ与えたりして、体重の変化がそれにちょっと影響されてこう上下しているという感じですね。はい、で、次にですね、身長を見ていきましょう。はい、身長はね、やっぱりちょっと分かりづらいということで、まあ、写真で見た通りなんですけども、まあ、11.5センチ、最初当初ね、身長、直線の身長ですね、直線の身長は、まあ、ちょっと下がってるのは僕の測定ミスだったりするんですけど、まあまあ、でも 11.3 センチから 11.7 と 0.4 センチというね、4ミリしか変わってないんですよね。まあ、4ミリ変わってても、まあ、このサイズの4ミリってものすごい成長だと思うんですけども、やっぱ人の目からするとね、そこまで変わってない感じがするという感じですね。ただね、円ですね、この甲羅に沿って測ったサイズですね、この甲羅に沿って測ったサイズに関してはだいぶ伸びてるんじゃないかなというふうに思います。14.3 センチから 15.3 ですからね、これ5週目からこの、測定方法を採用しましたので、5週間で1センチ伸びてるということでね、だいぶ大きくなってることがね、わかると思います。まあ、これは結構伸びてきているので、そろそろね、もしかしたら20週目ぐらいになると、最初の1週目と比べたらだいぶ変わってるよねっていうことが分かってくるのかなというふうに思います。はい、ということでね、わしのね、10週間の伸びのまとめはね、以上になります。はい、バイバーイ。ほい。はい、ということでですね、サルバトールモニターのカマロをですね、見せていきたいと思うんですけども、今ね、ここに連れてきたいんですけども、さっきね、ご飯を食べたばっかなので、今こうやってちょっとここで暴れられると、せっかく食べたものがこう戻って
ってきてしまうので、爬虫類はねよく吐き戻しって言いますけども、あの無理に触るとね食べたものが戻ってくるので、ちょっと今日はね触らずにそっとしといてあげたいんで、このまま喋りたいと思います。早速ね、ではカマロの、1周目と10周目の写真をね比べていきたいと思います。はい、ドン。はい、これですね。まあ長さはよくわかりませんけども、なんかこう横のね太さというかごつさみたいなのはねついたんじゃないかなというふうに思います。僕もね、あの1周目なんかの動画を見てたら、だいぶ細かったなこの時なんていうふうに思うんですよね。まあ長さもね、あの伸びてる実感はあるんですけど、まあやっぱり身長のほとんどが尻尾なので、あんまり長くなっててもね分かりづらいっていうことがあって、まあだからその分太くなってるところが目立つなという感じになります。最終的にはね 1.5 メートルから2メートルぐらいのね大きなトカゲになりますので、今後のね大きさにも期待なんですけども、まあとりあえずねこの10週間の成長をグラフにこれもねまとめましたので、ちょっと見てみましょう。ドン。はい、まずは、体重ですね。はい、最初ね 178.6g だったところから 235.5g ということでね、まあ9週目がピークで 240.2g になってますけども、約 50g と 50g の大きさになってるわけですよね。もともと 178g だったことを考えればかなりのね成長になってるかなというふうに思います。そして身長がですね 57.2cm から 61.5cm ということでね 4.3cm も伸びてるんですね。1週間でね 4mm 大きくなってってるので、 1,2,3,4,5,6 7日経ったら 4mm 伸びてるという毎日毎日ね僕も見てて、あちょっとなんかまた大きくなったなっていうふうにね感じる、成長の伸びかなというふうに思います。まあね、もちろん最終的には 1m50cm ぐらいになるオオトカゲですので、今後ねまた多分ねこれよりもっとギアを上げてね伸びる時期が来ると思うので、それを楽しみにね毎週毎週コツコツ上がっていきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、タワシカマロと来ましたけども、最後ですね、山本武蔵の名前から取りました、こちらのね剣のような武蔵の、大きさでございますけども、もうこいつはねもう見てわかる、もう見ててね、もうなんならね昨日より今日の方がでっかくなってるなっていうぐらい毎日毎日大きくなってたので、もう10週間の伸びてもこれはもうえげつないものがあるんですよね。他の2匹に比べても群を抜いているというぐらいでですね、大きくなっております。はい、もうね、早速見ていきたいんですけども、はい、1週目と10週目の写真がこちらでございます。はい、まあこの子もね長さもそうですけども、縦のね太さごつさもかなり大きくなっているのがね写真でよくわかるかなというふうに思います。まあもうやっぱ食べる量がえぐいですし、やっぱ魚だからなのか大きくなるスピードってものすごいですよね。でこちらもねグラフにまとめてみました、こちらでございます。ドン。身長になるんですけども、1周目が 28.6cm というところからスタートして、徐々に伸びつつも、最初なんてね2周目3周目の伸びなんてかなりすごい伸びをしてますけども、まあ後半もね、少しずつ伸びて、最終的には 35cm ということでですね、約6.4cm の伸びということで、これはすごい。あと最終的にはねこの子も、ね、70cm 80cm ぐらいのね大きさに、まあ、なかなかならないんですけど、水槽で飼ってる場合はねなかなかならないんですけど、まあでもね 60cm は多分超えてくるような魚になりますので、今35だとするともうこの倍はね大きくなるので、これもね成長がかなり期待な、期待の星でございます。残念なのがね体重を測れないところでね、さすがにこの水槽からね水からこう掴んで体重計にこうやって乗せることができないので、体重はねどうなってるのかわかんないんですけど、これだけ伸びてればねきっと体重もね大きくなってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、3匹の10週間の伸びを写真とグラフで見てまいりました。はい、まあこれからもね、100週間後に向けてですね、あとは90週間あるんですけども、もう大体2年ぐらいかな、あと2年ぐらい毎週、週3で、測っていきますので、ぜひね気になる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。もうド M な方だけねついてきていただければなというふうに思いますので、ぜひ見てみてください。はい、でね、私ゼロマルペットですけども、このね100週間後に世代化するペットたちという企画以外にもね、いろんな生き物にまつわる動画をね、出しておりますので、気になる方はねこちらもチェックしてみてくだ
ください。はい、ということでね、来週のね11週目からまたね、一歩一歩ね、大きくなる彼らのね、姿を僕もね毎週毎週コツコツと動画を作ってお届けしていきますので、 TikTok と YouTube どちらにも上げておりますので、どちらかでもいいですし、どちらもでもいいので、チャンネル登録とかねフォローねよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。巨大化。